このエネルギーを使えないと多分何も成し遂げれないっていうか、多分何か成し遂げるためにはこのエネルギーが一番大事、一番強い、一番男を駆り立てるものだと俺は思ってる。この底力だったり、そのフルなポテンシャルを発揮するためにはこのエネルギーを使えなきゃいけない。まあそれが何なのかっていうと、悔しさなんだよね。この悔しさってエネルギーは多分一番強いと思う。どこかに向かう上で一番大事なエネルギー、一番強いエネルギーだと思ってる。悔しさがその男を駆り立てる。だこのエネルギー使えないとすごい無駄してる。うん。でこの悔しさを持つには何が必要かっていうと、プライドなんだよね。プライドっていうとネガティブなイメージあったりするけど、間違いを認めないとか、人の言うこと聞かないとか、そのいい方に使えば、このプライドっていうものは何よりもその男を持ち上げるものだと思ってる。でまあもう一つ、今の自分に対して悔しいと思う。それも大事だと思う。絶対このままじゃ嫌だって思える。こんなんで終わりたくないって、絶対今の自分より良くなってやりたいとか、まあ、まあ何が言いたいかっていうと、そういう気持ちを大事にしろっていう。忘れるな。その、お前のプライドとエゴを少しでも、なんていうの？傷つけられそうになったら、傷つけられたら、うん、それを忘れるな。絶対、見返してやれっていう。俺すべてに通ずることよ。例えばそれが収入だったり、人間関係だったり、スポーツだったり、全部。自問自答した方がいい。お前悔しくないのって。親に見下されて、友達に見下されてって。できないと思われて、もしくは自分自身で自分を否定して、悔しくないのって、俺には無理だって思うこと、俺はダメだ、どうせ無理って、そうやって思うこと自体が悔しくないのかって自問自答してほしい。それを自問自答して、悔しいと思えるならそれ紙に書き出せって。絶対これは向上して後で見返す。それは他人だけじゃなくて自分のことも、自分に対しても。他人を見返すだけじゃなくて自分を見返してやれって。今まで信じ込んでた自分、ダメな自分、どうせ無理な自分、その自分を見返せって。いや俺はできるって、いや俺はできるんだよって、絶対点取れっから、絶対上でやれっからって、そういう気持ちを前面に出して、忘れるなって、絶対毎日それで進めって。この悔しさっていうエネルギーをマジで忘れるなって。あと悔しいと思えって。自分にできるはずのことができてないんだったら悔しいと思えって。それが一番強いエネルギーよ、これは男にとって。で、この悔しさ持ってないんだったら、それを悔しいと思った方がいい。疑った方がいいよ。自分が本当に男なのかどうか、悔しいと思えないんだったら、何かに対して、今の現状に対してだけでも、コミュ障な自分に対して悔しいと思えないのか、勉強できない自分に対して悔しいと思えないのか、モテない自分に対して悔しいと思えないのか、これ、悔しいと思えなかったら一生上いけないよ。マジで悔しいと思えって。悔しいと思って、そのエネルギーを全部、自分と他人を見返すために使えって。